皆さんおはようございます。私が磯田康雄、69歳、大学4年生です。大学入ってから英語の勉強を始めまして、1年目で英検準1級に合格し、3年目で英検1級の筆記試験にも合格しました。二次試験の面接はこの8月にあります。で、まあ現在そういうのでビデオを作りながら勉強中と両方やってるんですけどね。まあちょっと最近の近況報告ということで、まあ英語の勉強も兼ねてちょっと話してみたいと思います。もうね、一応私が、まあ、大学入って勉強を始めたんですけど、別にまあ大学まで行かなくてもそれはね、そこまでする必要はないかと思います。たまたま近所にあったんと、一回どんなもんか行ってみたいなという人からのおすすめもあって行ったということなんですけどね。で、まあ行ってよかったことはよかったし、よかったからこそこう、まあ、今まで続いたわけですからね。まあ設備もいいし、先生もこう熱心で、でいろいろこう質問したりもできるし、そういう良さはずっとありました。で、まあ一応自分の目標としてたのは1級以上、英検1級以上のレベルになるということで、ほぼ大体達成してきてますのでね、もうぼつぼつやめてもいいなと思ってて、でそしたらちょうどこのコロナショックがあって、授業がなく、一般の授業がなくなってオンライン授業になりまして、まあ、オンライン授業というのをちょっと見てみたんですけども、あんまり面白くないし、もうちょうどこの辺が潮時やと思って、一応今学期でやめるという予定にしております。ですからオンライン授業の方ももう実際には参加しておりません。 ですからもう事実上もうやめちゃってるというのと同じ状況になってますね。それが今の私の状況です。で、まあ、あと映画の方の勉強なんですけどね、まあいっちゃんいつも言ってる上田一郎先生の、まあ、分類っていうのがあって、まあ、ちょっとお見せしましょうか。ちょっと分かりにくいですかね。ちょっと後でまたこっち上げれるようにしときますわね。で、これで行きますとね、まあ大体私で今約レベル9の段階ぐらいにほぼ入りつつあるというようなとこですね。で、一応自分が目指してるのはそのさらに上のレベル10、達人レベルというやつを目指しておるんですね。まだちょっとだいぶ時間かかると思いますけど、それを目指しております。で、まあ今のところはもうそれに近づきつつあるということで、で、まあ来年ぐらいからは英語のチャンネルをやりたいん でちょうどいい機会で、8月に英検2次の面接試験があって、それはいろいろ5つのテーマが与えられて、そのうち1個を取って、1分間の考慮時間の後2分間のスピーチをやるという試験で、まあ結構テーマ的には面白いものがいくつもありますのでね、このチャレンジは結構自分なりに楽しんでおります。例えばね、まあ、やってない方のためにちょっと言いますと、テーマどんなんかというと、これは過去問ですけどね、過去問から、これいつのかな、まあ、いつの子はいつ飲んでもいいんですけども、これですよね、世界の先住民族の文化を保護するためにもっと多くのことがなされるべき、ね、それから2は、大企業は利益を生むことだけに関心があるのかっていうのが2ね。で、3が、社会階級は現代社会でもなお実際的な意味を持つってね。で、4番目がネットいじめを止めるために日本では十分な対策が行われているのか、で最後5番目がね、現在の世界で行われているポリティカルコレクトネスは本当に必要かどうかっていう、まあ、テーマで、まあ、現代的なテーマをどれも取り扱ってますしね、まあ、結構面白いと思うんですよね、私はね。で、まあ、一応こういう模範解答もあるんですけど、まあ、自分なりの考えで3つのファクターを挙げて説明するというのもいろいろ作ったりこっち見たりということで、まあ、そんな勉強をして、まあ、遊んでるというか、まあ、私にとっては遊びなんだけどね、勉強が趣味なんですけど、まあ、それはそれで、こういうふうに言いたらいいのかな、ここをもうちょっと違うファクターを入れてみたらどうかなとか、そういうことをやっておりますね。で、いつも言ってるんですけどね、これで、まあ、若い、これを見られてる方、おそらく私には暇人じゃなくて、若い方の方が圧倒的に多いと思いますのでね、まあ、もっと実際的な英語に近づけていくっていう必要があると思います。ですから、まあ、英語ができるっていうのは、まあ、当然必要なことなんですけど、それ以上に
他のこう実際的な知識ですよね。それとの融合されていくのが、若い方、これからの将来のためにはそれが一番いいと思います。今ね、もうずっと日本経済停滞中ですしね。で、そこに持ってきて、このコロナショックでさらにぐんぐんぐんと下の方へ下げられていきますから、本当にね、意欲的に取り組んで上目指していかないと、どうしてもね、今までみたいな中間層も、いい生活できたという時代が終わっちゃって、中間層っていうのはずっと沈んでいく時代になってますのでね、やはり上を目指してやっていかないかなというふうに思います。まあ、その辺で、どうなんですかね、現実、まあ、現役の皆さん方はね、どういうふうにしてやっておられるのかなと思います。まあ、私なんかもうそういう現役と関係ないので、全く自分の興味本位だけでやっとったらそれで済む話なんですけどね。で、それで、この前もね、まあ、YouTube、これをやってる関係でいろんな英語系の YouTube 見るんですけども、その中で、まあ、よく私が見てる方で、ジュンさんっていう方がおられて、この方は、まあ、アメリカ人で、現在、サンフランシスコですかね、活躍されておる方で、なんですけど、日本語はもう非常に堪能な方で、確か一橋大学を出ておられると思うんですよね。日本の大学も行ってておられる方で。で、その方は確か、サンフランシスコで、日本人に英語を教えるっていうのは、この方日本語非常にうまいのでね、やってて、その中でね、いくつか面白いことを言われて、その一つがね、日本人が割とやっちゃう、けったいな英語いうのを出してて、で、まあ、いくつか出しておられるんですけど、私最初それ見たとき、まあ、ちょっと声出してみますか、こういうやつですね。I went to the station by foot という、これ見たときに、変な英語やなって まあ、思いますよね、これ変な英語やって。これね、なんでこんな言い方するのかなと思うんですよね。まあ、おそらく生徒さん、日本人の生徒さんがこう答えたんで、気になったからこういうのを控えておられたんだと思うんですけどね。まあ、当然これは、歩いて駅まで行ったっていうんだったら、I walked と言えば済む話ですよね。なんでわざわざ、I went to the station by foot のわざわざこんなけったいな。まあ、もちろんこれはね、文法的には正しいし、意味も通じますけども、非常に、不可思議っていうか不自然って感じるんですよね。なぜなら、歩いていくんだったらちゃんとウォークっていう、まあ、単語はちゃんとあるわけなんですよ。それ使えばいいだけのことに、なんでわざわざこんな言い方するのか。で、ちなみにこの英語人の方の感想では、これ聞いたら、なんか、もうとてつもなくしんどい難行苦行で歩いていったっていうような、そういうイメージになってしまうって言うんですね。まあ、普通誰だって歩いていくやったら歩いていくって言えばいいのに、わざわざ私行った歩いてってなんだかなったら変ですよね。それがなんでこういう変な間違いするのかっていうと、おそらくね、このセンテンス覚えておると思うんですよ。多分ね、これ、I went to the station by bus とか by car とか、そういうなんかこの行く手段としてやった。それだから歩いて行ったんだったらバイフートだって思って、それで行ったんだと思うんですよね。で、だったら最初からウォークという素晴らしいよね。で、このね、ここがね、けったいな日本人の使う英語っていうのは、形だけ覚えてて使うためにこういう変な現象が起こってきて、って言いますのはね、英語って割と端的に言わないかんのですよね。ほんで、本来その単語があるんだから、それを使わないかんわけですよ。で、この walk というのではね、実を言いますと、日本語の場合はね、一つしかないんですよ。walk に対して、walk に対してね、歩くですよね。で、まあ、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、これ映画入ってましたんでね、これロングマンですよね、ロングマンのエツキンのなんですけども、英語の場合はね、1個ずつ語の種類を分ける必要があるんですよね。でね、例えば、まあ、この左の上から言ったら、これ日本語で言いますと、こそこそ歩くですよね。で、まあ、その上の真ん中の、まあ、多分こそこそだと思いますね、日本語で。その次、まあ、これもこそこそなのかな。で、左の下の、まあ、2番目の左の方だったら、これはまあ、どうですかね、引きずって足歩く場合の表現っていうのがあったら、よたよた、まあ、真ん中辺のこの年寄りの方だったら、よたよた、あるいは疲れて帰る時だったら、とぼとぼ歩くですよね。で、水の中歩くんだったら、バシャバシャ歩くですよね。で、
要するにブラブラ、一番右下の旅行観光旅行者がうろうろするのは、これはまあブラブラ歩くですよね。それから赤ん坊だったらよちよち歩くですよね。このように日本語の場合は歩くは一つしかないんですよね。でそれに対してオノマトペで対応できるようになってるんですよね。ところが英語にはそういうオノマトペってのはあることはあるんだけども、日本語みたいにこんな便利な活用ではないんですよ。そのために英語は一個ずつ単語が分かれていくんです。だから単語の数がものすごく増えちゃうんですよね。でまあうちの子もそのアメリカ人の子をよく世話してるので、割と彼らに日本語を学んでて面白いって言いよるのがこのオノマトペなんですよね。で日本語の場合はこのオノマトペがあるのですごく便利なんだけれども、英語にはそれがないから一個つわけにならないでしょ。例えば雨が降ってきたらさあさあ降る、じゃあじゃあ降る、しとしと降るとか、いろんな表現あって、それ自由にオノマトペを他の動詞に対しても使えますよね。そこが面白いって彼ら言うんですよね。だから逆にもう大変なんだよね、これ単語覚えて全部一個つ分けて使わないかでしょ。歩くだけで確か20個ぐらいあるんですよね、英語の単語ね。大変ですよ。でまあそういうのをね避けるためにかな、いわゆる初心者向けの英語のこの、まあ、YouTube 以外でも何でもいいんですけど、やってるのだったらほとんどがね簡単なこうセンテンスを言わして、それをオム返しに繰り返させてるんで、最後のとこだけをちょろっと入れ替える、これをしょっちゅうやりますよね。ああいうことは私はまた馬鹿げてると思うんですけど、ただまあやってる方にはすると何かやらないことにはね教えネタないから、これでくる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 使ってやってるっていうけど、あんなこと何べやっても英語上達にはならないし、途中で嫌になるだろうと思うんですよね。でやはりもうちょっと根本的に英語の違いと日本語の違いを教えて、なぜこういう構造になっていくかということをきっちり押さえていくっていう方が教え方として私はいいだろうと思ってますんで、またまあ私は別にスクールなんかやってないですけどね。で私自身はそのようにして学んできましたしね。でないとね、子供じゃないんだからね。いや子供に教えるんだったらそれでいいかもしれないけど、大人だったらやっぱり理解するっていうことが大切だし、そんな子供のなんか ちっちゃい子に教えるようなことを何回も繰り返してやったら、これ普通嫌になりますよね。まともな人間だったら嫌になります。でそれを避けるためにやはりもっと根本的な英語と日本語の違いから教えていくっていうやり方をすべきだろうと私はそういうふうに思ってますね。まあ自分は教師じゃないですけどね、そういうふうに考えます。であとはね、まあ大体そんなとこかな、最近自分が英語に対してやってるものはね。であとの具体的なやり方もあるんだけれども、まあそれはまたおいおいこの次にやりますか。ね、雑談ばっかりやってるからねここでちょっと真面目にこの英語の話をしないかなと思って、今日そんなのを気がついたことがいくつかありましたんで言いました。まあ、それでまたよろしく。